お越しになっていただきました。ありがとうございます。それでは青山新聞でご挨拶いただきます。皆さんこんばんは。こんばんは。自由民主党参議院議員の青山茂春です。私は下村博文さんと民間の専門家時代から長い付き合いです。その上でですね、今日は主権者の方々と一緒にこの派閥と金問題っていうのを、短い時間であってもむしろ真正面からありのままにじっくり一緒に考えたいと思います。そのために私の今の立場をあえて申しておきますと、私は国会議員になってまだ8年3ヶ月でありますけれども、献金1円も受け取ってません。企業団体献金受け取らないのはもちろんのこと、皆さんのような善良な個人からであっても、例えばあなた様が女性の方がかわいそうだから1000円100円あげるって言ってもダメです。献金一切受けない。それからパーティーは私派閥に属してないので、派閥のパーティーもないし個人のパーティーもありません。さらに私は専門分野が資源エネルギーや国防なので、業界から団体支援したいという申し出もいくつもありましたが、全部お断りしてきました。宗教関係も含めてどんな団体の支援も受けません。もちろん派閥に属さない、グループに属さない、そしてさらには後援会も作らない、後援会長も置いてません。こういうことをみんなができると思いませんが、一つのモデルとして8年3ヶ月続けてきました。そして今回の派閥と金問題にぶつかりました。今から申すことは、自由民主党の現職議員であっても言うべきことは、主権者に向かってありのままに話します。まず私は政治記者ですから、政治記者でしたから、共同通信の野党の方々のお金の動きも記者時代から随分目の前で見てきたし、取材プロとして取材もいたしました。その時に、あえて最初野党のことから話して申し訳ないですけど、労働担当というのもやりまして、現行ってご存知ですよね。いろんな労働組合を全部束ねた日本で一番大きな集まり、連合というものが今もあります。初代会長の山岸明さんと私は記者として非常に信頼し合って仲良くなりました。その時に山岸さんがおっしゃったのが、僕は当時共同通信のサラリーマン記者です。そうすると給与明細に労働組合費の天引きが書かれていて、山岸さんはそれをおっしゃって、青山君ももしここで10円天引きが増えても気がつかないだろうと聞かれたんで、気がつきませんと言ったら、800万労働組合にいましたから8000万円の現金です。それから100円増えたら8億円です。ものすごいお金が実はみんながあんまり気がつかないところで野党の場合も生まれているわけです。じゃあみんなの給料から天引きした組合費がどこでどう流れて政治に何のために使われているかということも実はわからないままです。今回派閥と金問題を自由民主党の議員で裏金って言うなって人いますが、いや私は裏金だと思います。なぜかというと、集まってきたお金をですね、政治資金収支報告書に記載しなかったということは、その分の使い道を知られたくないってことですね。だから呼び方は悪すぎるかもしれないけれども、しかし使用目的がわからないようにしたという意味では裏金と言われても私は公平に見てやむを得ないと考えています。その上でですね、そもそも政治資金って言ったら無税なのは本当に正しいんですか。じゃあ庶民の皆さんの仕事や生活が政治家の仕事より一段下なんですか。とんでもないです。全く話は逆で、国会議員というのは本来国民のためには死ぬこともできるっていう人たちを言うんであって、だから皆さんと同じように私は普段から政治活動に使うお金も払うべき税金は払うべきだと考えます。何を言ってるかというと、例えば下村博文さんが、本当は広文さん、下村博文さんが今回旧安倍派の事務総長だったという理由で党員資格停止になりましたね。しかし事務総長として
この派閥とお金問題、安倍さんがご存命の時からどういう決定をなさって、そして派閥会長の安倍さんとどういう話をしたかというのは下村さんの証言も含めてはっきりしてませんね。しかし司法検察庁はこれ以上できません。国会議員が自分で作った法律にのっとって必要な捜査をできるところまで全部やりました。私は法務省担当の記者でもありましたから、検察が手控えたりしてない、ちゃんと公平にやるべきはやった、もう司法の手ではできない、そうすると政治自らがやるべきです。政治自らがやるべきなのに、例えば島村さんが安倍派の事務総長だったというだけで党員資格停止にして、したがって今無所属で出られていて、そしてもしも政権で通ったらその後は考える、こういうやり方を実は与野党ともに続けているから、いつまでもかつてのリクルート事件とかその前の北京事件とか似たような話が繰り返されて、その度に主権者が失望すると、だん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 投票に行かない人も若い人だけでなくて中堅や高齢者も行かないようになっていく、このことをむしろここで認めるべきだと私は考えます。そうしますと、私は島原博文さんが今私の属している自由民主党から党員資格停止になったからといって区別が差別もしません。私はまっすぐ島村さんにも党別を通って言うし、何よりも私は島村博文さんが例えば世襲の議員じゃないってことをもう一度再評価、先生ですけど再評価いたしています。私は安倍さんと親友でしたけれど、安倍さんも世襲でありました。世襲のために安倍さんには大きな限界があったとも公平に見て考えています。皆さんご存知の通り、別に美談にするわけじゃなくて、島村博文さんはそもそもこの板橋と直接の関係はありません。そうではなくて、ご自分のお父様が交通事故で亡くなられて、そして島村さんは2人の弟を抱えて母子家庭で働き手として働き出して、で自分の力で早稲田大学までちゃんと卒業をして、そしてこの板橋で最初に学習塾開いた、儲けのための学習塾じゃなくて、私が理解しているのは、長い付き合いで理解しているのは、下村博文さんは自分と同じような教育の子どもたちも含めて教育はみんな等しく受けられるべきだという信念で学習塾をこの板橋で始められた。そこから国会に出て行かれたんです。まるで世襲のために政治が家業みたいになっている世の中にあって、実は下村さんのこういう側面がこの派閥と金問題だけで、あるいは党員資格停止になったというだけで、その部分が主権者に見えないようになるのは僕は違うと思います。人は一人の面で見るべきじゃないし、取るべき責任は全部取らなきゃいけないけれど、同時に日本の文化っていうのは誰かを責めて潰してしまうんじゃなくて、良いところを伸ばしていくのが本来の日本の文化です。したがって、例えば下村さんがかつての安倍政権の時に文部科学大臣になられた時に、私は下村さんに一つのお願いをしたんです。私は献金持ってませんから自分のためのお願いなどいたしません。私はその前に自費でインドに行って、インドの文部省の元次官とお会いして何を話したかというと、インドに日本とインドの共同の大学を作りましょう。でこの目的はですね、中国韓国から日本のかつての歴史についてさまざまな非難が行われている、それをインドという第三国で公平に研究し直すって大学を作りましょうということを提案しました。で島村さんは関心を持ってちゃんと話を聞いてくれて、必要なことを一緒に考えてくださった。その後文科大臣がいつもの人事の順繰りで変わってしまうと、もうどなたも党を問わずこの話を聞いてくれなくなったんです。私はその時に島村博文さんという長い付き合いのこの人の胸の中の教育に対する考え方、それをはっきり感じたんです。というのは、第一次安倍政権で教育基本法の改正をしました。 GHQ が残していった教育基本法を初めて変えたけど、中身が残念ながらまだついてない。例えば歴史の見方を公平にしていく、そのことも含めて中身が伴ってない。下村さんはそれをやろうとして
文部科学行政にずっと関わってこられた。現在もその志は変わっていないってことを私はひしひしと感じるから。派閥とかの問題で現れた自由民主党の海、さらには与野党を問わず庶民と違うお金の流れがあること、特にサラリーマンは一円に至るまで全部把握されてちゃんと納税されてます。僕はずっとサラリーマンでしたからそのことはよくわかります。それと同じにすべきです。そうだ、誰かを生贄にして、例えば下村さんを党員資格停止にして、もしも受かったらいつの間にか元に戻るってことをやったら、下村さんにとっても良くないし、自由民主党にとっても良くないけど、何よりも日本国民にとって良くないです。まずその人の専門性を見て、日本の国会議員は世界を回ってきた私からすれば、専門性を持っている国会議員はとっても少ない。したがって下村さんがいわば少年時代から抱いた志にのっとって教育について、特に弱者に対する教育にとって必要な専門性を持っているということを、たまったからなんで忘れるんじゃなくて、それを全員で見直していく前提のもとに、その専門性も考えて投票をしてください。私はいつも私の意見を信じてくれってことは申したことはない、はい、日本の主人公は皆さんです。下村博文さんも私も、そして石破新総理も皆さんの代理人に過ぎない。主人公は皆さんですから、自分の頭でそのたった一票をどうやって21日までに使うかということをどうぞお考えください。最後に一つ全体のことを申したいんですが、僕は共同通信に18年9ヶ月いましたので、メディアの手の内よくわかります。この頃メディアは、僕はあえてオールドメディア、すいません、今日も取材にいらしてますが、呼んでるんです。それはなぜかというと、世の中の動きについていけない。そもそも世論調査がもう自分たちでも信用できないんです。例えば出口調査ってご存知だと思います。期日前投票も始まってて、あるいは21日の本番に投票を終えて出てきた人に、誰に投票しましたか、かつてはそのまま答えてくれたけど、今は答えてくれなくなったんです。それは主権者がおかしいんじゃなくて、報道される中身をだんだん主権者が信用できなくなっているか、いるから、わざわざ本音のことを言う必要がない。そうするとこの間新聞各社に現れたのは、横に一列に並んで現れたのは、自公で過半数を取りそうだと、自由民主党単独で過半数は僕も取れないと思う。でも全国回ってみたら、今日も遠くから戻ってきましたけれども、岡山の遊説からここに来たんですが、自公で過半数を取れる勢いなんて全然感じません。野党の方は政策の話をすることなく、派閥とか問題だけで一点に絞って選挙活動を続けていて、主権者ももう自由民主党いい加減にしろって気持ちになるのは当然ですから、だから自公で過半数を取れないってことは十分にやれる。もっと平たく言うと、要するに政権が移るってことです。移る可能性が十分ある。じゃあどこに移るんですか。野党のトップは今野田義彦元総理ですね。ちょっとみんなの感じだと、野田さんの方に政権が行ったら民主党政権が僕が戻るのかと思う人がむしろ多いんじゃないでしょうか。でもこれ違うんです。客観的に言って、僕はさっきから言ってる通り公平に話してるだけですから、かつての民主党の3年間が主権者の信頼を失ったので、その後民主党は分裂したんですよね。つまり立憲民主党は小さくなってるわけです。だからもしも自公連立政権が今回失われて新しい政権になるとしたらですね、立憲民主党は野党をかき集めないと、とてもじゃないけど組閣できないんです。これは端的に言うと、史上初めて、日本の2000年超える歴史で初めて共産党が政権の中に入ってくる可能性が、あと7日間8日間の間に、つまり27日に投開票、28日の朝に全部決まって、早ければ29日に共産党が政権に入ってくる内閣の所属になることも皆さんの選択であり得ます。僕は実は意外でしょうが、政界に敵がいない、共産党の人とも特に委員会一緒になると仲良く議論もし話もしています。でも一番違うのは天皇陛下のご存在に対する考え方です。日本共産党は共産主義社会主義に基づいて、天皇陛下の下で差別も起きた、たくさんの格差も起きているという考え方ですね。
できるだけ天皇陛下のご存在を薄めていこうという考え方、それは変わってません。私たちは違います。仲間話になって申し訳ないけど、一つだけ答えで言うと、古代の時代に仁徳天皇って方がいらっしゃいました。小高いお金残られて、こうやって庶民の家をご覧になって、今日のこの時間のように夕暮れ時になってもご飯とか漬物が上がらない。それを見た陛下は税金取るのをおやめになった。そしてそれが日本書紀によれば6年も続いたから、途中で皇后陛下が天皇陛下にお尋ねになった。陛下、税金元に戻してください。もう陛下が食べるものも私たち家族とかに皇族が食べるものもありませんとおっしゃったときに、私の責任で日本書紀の記録を現代語訳で言います。いや違う、私の幸せはただ民にあるとおっしゃった。自分が食べられなくても民衆が食べられることこそ私の幸せだと。つまり人のために生きる、自分のためじゃなくて、古代の時代の天皇、古代の時代の御方やエンペラーやキングやクイーンで、こんな考え方の人は世界にあっていません。したがって今夜も、今まだ時間早いですが、もっと夜が明ければ近所陛下、今の天皇陛下も宮中深くてお祈りになられます。でも私たちは見ませんから、誰も評価しません。でも毎日毎日、今夜も明日の夜も続けられます。それはご自分のことを祈られない、ご自分の家族のことも祈られない、ただ会ったこともない、会う機会も少ない私たちのために祈ってください。これが日本です。新しい政権にもしも共産党が入ってきたら、この根っこが崩れる最初の一歩になると私はとても心配しています。下村さんのライフワークの子どもたちの教育でいけば、それぞれの国の、中国であれ、韓国であれ、アメリカであれ、イギリスであれ、それぞれの国の根っこを大切にする、そのことが一番戦争を抑えます。それならば私たちは私たちの国の根っこを守り続けたいというのは本来の保守の考え方であって、したがってたくさんの問題を抱えていても、私はこの総選挙で自公連立政権が続くべきだと思います。この板橋はあえて言うと私の母ちゃん配偶者が遊んだところです。一体頃に今女性の海洋学者になって船に乗ってます。東京海洋大学の教官ですが、もともとは板橋都市まで育ったんです。だからすごく板橋に僕も親近がある。ここから今回の問題に一つの新しい答えを出してください。与野党問わず政治祭りごとのあり方を全部国会お金の面から見直す。さっき言った通り、政治活動だったら税金払わなくていいって前提自体は僕は違うと思う。あくまでもかつての古代の天皇陛下と同じように、庶民こそ、民こそ宝であるという視点にとって考え直すべきだと思います。そのためにはまずは共産党の入らない政権を維持して、そこからもう一度石破総理も含めて私たち中民との議員が自ら問い直すべきだと考えています。普通の応援演説とは全く違うでしょうが、他のような、はい、あるいは取り繕ったようなことを言って応援するのは間違いです。どれほど総選挙が尊いかと考えれば、私は今日に至るまで全国回りながら下村さんとこ来た時に何を書くべきかずっと考えてきました。その上で言葉を選んで皆様にお伝えしました。じゃあこの後下村博文候補ご自身にお言葉をいただきたいと思います。よろしいですか。はい、では直接お渡しします。ありがとうございます。青山さん。